中央通り側入り口付近セントポルタ中央町との交差点付近スモークで安心トイレ、大分市若草通り商店街は、大分県大分市にある法定商店街である。通称は、縁起横町。中央通りから若草公園に至る全長約200メートルの商店街である。おおむね東西方向に伸び、南北方向に伸びるセントポルタ中央町と通りの、 中央付近で交差する。商店街としては珍しく、共同組合組織を採用し、大分市に営業所がある、他業種の組合委員がまたがっている。2003年末には、公募によって、愛称を、縁起横町、とした。また、2004年9月9日には、商店街のシンボルロードにちなんで、湯布院福地蔵村を招いた、福地蔵村は、集客と回遊効果を狙って、 通りの両端に一体ずつ、中心付近に七体が配置されている。2006年度から2009年度にかけての、指導中央3号線電線共同構成備事業によって、電線類が地中化されている。2014年3月3日には、防犯のために通常は、中が見えるガラス張りで、人が入ると、ガラスが曇って中が見えなくなる、仕組みの スモークで安心トイレが全国で初めて公衆トイレとして設置されたが中に入った人が35秒以上動かないと異変を感知してガラスが透明になって中が見えることが話題になった。2015年6月3日実用新案登録第3198,280を取得公案者、酒木原更新、絵柄模様付き商品券実用新案券者 大分市若草通り商店街共同組合とした。ありがとうございます。